はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。栗原様、大和恵子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。独裁22年目の C 和夫、山際大臣辞任について、山際大臣の統一教会との癒着関係への認識と反省は一言もなし、対応が遅れたことへの反省もなし、他の調査の表明もなし、これで区切りがつくと思ったら大間違いだ。要約なんですけど、逃がさへんでって、まだまだ騒ぐよいう宣言みたいですけど、ネットの話、癒着関係って具体的には国会でやることではない。共産党の闇も国会でやりませんか。この際、カルト及び公安監視対象団体を政治から切り離す法案を提案されては違法と思うなら提訴すれば、 あんたらは党自体が監視対象なんだけど、山際辞めたら本会議の中継もやめた NHK に猛烈抗議を、そうなんだそうなんだ、山際を責めてる国会は喜んで中継してたんだ NHK は。受信料払いたくなくなっちゃいますね。私はテレビにから払ってるけど、悩んでる人を騙して金を巻き上げるような団体という点であんたらと変わらんだろう。で、あんたはいつ独裁やめんの。最近は言わなくなってきた森かけ桜みたく4年も壺がつって騒ぐつもりなんすかね。個人的にですね、赤旗御殿に住んで全部の指令出してる不破哲蔵92歳の X デーが共産党消滅ののろしと考えるんですけれども、92歳か、こっから4年は微妙じゃない。C 和夫引退は、まあ、X デイの後でしょうね、多分ね。千葉に退いて、陰性開始するんじゃないか、C 和夫は。後継はですね、唯一の選挙区当選の山添拓か、吉良よし子あたり、共産党のエースですよ。小池晃は残念ながら、不破哲蔵に嫌われてっから、ダメです。小池は、軽い。なんだろう。言うことも軽いし、カリスマがないってことなのかな。キラにしても山添にしても、どっちにしてもろくなもんではないですけどもね。選挙違反堂々とやってるし、統一教会は消滅すればいいと、個人的には思っております。日本人から金巻き上げて、韓国に送金するような組織は、なくなればいいって思ってますけれども、教会にですね、寄付しすぎて、家族に迷惑かけたり、破産したりする人と、キャバクラとか風俗、ホストに入れ上げて、借金したり破産したり、夜逃げしたりする人と、何が違うか、わかんないんですよ。どっちもですね、ホストに入れ上げてとか、風俗に入れ上げてとか、金出して一時の快楽買ってるわけなんですけど、信者はね、金出して功徳であるとか、現世じゃねえや、前世の業を落とすであるとか推してるわけじゃないですか。そういう人増えたから、破産する人増えたから、キャバクラ潰せとかホストクラブ潰せっていうのは違う気しますね。もちろん違法行為してたら別ですけどね。これで私が統一教会を擁護しているとは誤解なさないでください。なくなればいいと思っております。教会も学会も邪教は消えるべきです。誤解なきよう。共産主義って邪教が一番人類に有害なんじゃないかって私は思っておりますけれども、毛沢東6000万人、スターリン2000万人、ポルポト、カンボジア国民の3分の1、のせいで、何千万人も、ひょっとしたら奥に手届くぐらいまで、犠牲になっとるしね。まだやってた国葬上メロ界隈のスラップ訴訟なんですけれども、10月14日、知事が公費で国葬参列は違法、裁判、長野地裁門前払い。10月24日、知事が公費で国葬参列は違法、裁判、北海道地裁門前払い。10月26日、広島知事が公費で違法提訴、
これは今からだそうであります。ネットの話、森かけ桜国葬、安倍側が生きがいですとっとと次の生きがい見つけないと。こいつらへの対処に使われる金や労働力の方が税金の無駄なんだけど、無駄な裁判を起こす本当に迷惑なやつら、覚えてるだけでも10戦全敗ぐらい負け続けの人生、暇で羨ましいです。広島はこれからだそうで、これ全国の地裁で展開してるキャンペーンでしょうね。黒幕どこなんだろう。共産党プラス外国政府の総がかりあたりですかね。この人らは暇だからやってんじゃなくて、これが仕事です嫌がらせ訴訟が仕事です。共産党とテレビに騙されて国葬は違法って信じちゃってんだが、違うよなって思いつつ仕事としてやってんだから謎ですけども、全部の裁判所で違法でないって門前払いされてもですね、裁判所はツボとか言い出すから話になりません。こういう連中とはですね、使用言語が違うので意思疎通は無理っす。私も反原発とか憲法改正反対とかいうアカウント見つけたら、見つけ次第ブロックしてます。立憲民主党支持なんて書いてあるアカウント見つけたら問答無用でブロックしてます。どうせ話通じねえからね。以前ですね、ヘイトスピーチを繰り返す靴沢を豊島区委員会は何とかしろっていうとんでもない陳情が出て、なんと私以外全員賛成私だけ反対っていうか、私は外に出されてて採決の時、投票権が願った、自民党議員さんにですね、電話かけてヘイトスピーチやってないですよ、やったら今 YouTube とか Twitter も、厳しいもん、とっくにアカウントなくなってるはずでしょう。それはそうですが、ヘイトスピーチ良くないって言われるとそうだよねって言うしかないって言うんですよね。どういう理屈だったの地方議会、あまりにもね、綺麗ごとに弱すぎるわ。こうやってだん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 左左左左って寄せられちゃってんですよね。ですね、日本改革党のですね、議員さんをなるべく多く誕生させて地方議会を正してほしいんだよね。文句言ってギャオ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 文句言ってね。それ以来私の投稿はそいつらに見れないようにしてます。ブロックして、どんな難癖つけないかわかんないんでね。この人らって一生安倍がやってんでしょうかね。まあやってるかもしれないですね。この界隈の粘着力すごいから、朝日新聞は20年で7400本の慰安婦記事書いたしね。20年で7400本って計算するとほぼ1日1本休みなしっていう、粘着執念ですよ。そういえば野田元総理が安倍総理の追悼演説を国会でやったみたいなんですけども、なかなか感動的だったみたいで、立憲議員からも感動したっていう、声が上がっていました。それに対してですね、安倍側界隈が発狂してまして、もう立憲は応援できないであるとか、罵詈雑言の限りを尽くして、おるみたいです。立憲もですね、テレビ新聞野党が育てた安倍側モンスターと向き合わなくちゃなんないですね。自業自得だから、うわーって思うようなドン引きされるような安倍側がたくさんわら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 湧いておりまして、一般人をますますドン引きさせておりましたけれども、あんたらが作ったんだから、テレビと新聞と、で自分の支持者モンスター支持者と向き合わないといけないですね、今後ずっとね。沖縄市長選挙7連敗で、琉球新報が発狂しておりました。変な社説書きやがって、記事の要約なんですけど、独裁者近平に逆らうな、沖縄で軍事演習すんな、米国追随をやめろ、沖縄県は中国と独自の自治体外交しろ、なんていうのは書いてありました。ネットなんです、とうとう来るとかなんだよ自治体外交って、自治体に外交権ないぞ、外観誘致罪に引っかかりそう、もう沖縄はアメリカに返還しようぜ、人民軍の侵略を正当化する記事書きそう、中国の侵略は綺麗な侵略って書きそう、端々からにじみ出る近平万世の気持ち、お前ら米軍基地のおこぼれで生きてんだろうねひろゆき一人とも仲良くなれないのに
何言ってんだよ、ミサイル撃たれたことはなかったことになってんの、琉球新報が狂ってるのは昔からで、スパイを丸出しすんでも何千回何万回目、であります。もう面倒だからアメリカに返還しようぜつんには笑いました。沖縄タイムス、琉球新報は死に物狂いで反対するでしょうね。まあないとは思いますけれども、もう沖縄アメリカに返還したらいう話になったら必死で反対するんでしょうね。だってアメリカ領土になっちゃったらさ、沖縄をさ、人民軍に献上する計画が無理になっちゃうもんね、不可能になっちゃうもんね。環境活動家がここ1年間でやらかしたこと、純不動、モナリザにクリームを投げる、うわー、ベルリン美術館の絵画を破壊する、 BMW の店を襲撃、窓ガラスを全て破壊、車も破壊、イギリス外務省に消防車で駆けつけ大量の赤ペンキをぶっかける、フィレンツェ美術館の絵画にパイを投げる、ゴッホのひまわりにトマトスープをぶっかける、モネの作品にマッシュポテトをぶっかける、モーターショーでフェラーリ3台に黒いペンキをぶっかけ、接着剤で自分の手をフェラーリに接着、これがなんだかわかんねえ、ドイツ自動車博物館の床に手を接着、エドワード3世の蝋人形にパイを投げつける、バッキンガム宮殿前の道路に3時間座り込む、ロンドンで一番交通量の多い大通りに1時間以上座り込み交通妨害を行う、ロンドンの老舗百貨店ハロッツにオレンジ色のペンキをかける、ハレッツ店内のミルク瓶を全て流し、チーズなど乳製品を床に投げる、ネットの話、食べ物を粗末にするな、自分で買った絵にやれよ、下手したら何百億も損害賠償できんの、環境ヤクザというパワーワード、迷惑系 YouTuber と何が違うねん、子供が暴れたいだけちゃうか、一般人の共感を得る気ないだろ、片付けるために無駄なエネルギー使わせるとか、向こうでは産油国が環境活動のイメージを悪くするために犯罪者を雇ってるということになってるらしいと。ガソリン車狙うのはなんとなくわかりますけどね、あのフェラーリとか、なんで絵画狙うのか全然わかんないですね、だいぶ狙われてるみたいだけど、1990年バブル期、日本製紙がゴッホとルノワールの2作品を合計244億円で落札しました。その当時の斉藤会長、俺が死んだら棺に入れてくれって発言して、英語に伝えるべき人類の宝になんてこと言ってんだ、それお前の私物じゃねえぞと全世界的に非難ごうごうでありました。モナリザ、ゴッホ、モネの作品を破壊するとなんで環境保護になるか全然わかんないですよ。環境保護活動になるか全然わかんないですよ。まあ結論なんですけど、環境活動家うさんくさい、根拠なく自信持ってて自分は何やってもいい、許される、俺は正しいって思ってるやつ厄介という結論になりますね。まああの環境活動とかとか、まあ何の活動にしてもね、ちょっとうさんくさいんですけど、特に環境活動家はうさんくさい。まあ反原発活動家なんですよ。活動家同士でやり合ってくんねえかな、石油燃料を燃やさないようにするために原発動かせ、でその原発に反対してる連中は石油燃料をいっぱい燃やして発電しろって言ってるのも等しいから、環境活動家と反原発活動家でやり合ってくんねえかなってちょっと思っておりますけれども、ひょっとしたらあの根っこが一緒で裏では仲良くやってんのかもしれないですけどね。日本改革とメール党員さん大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。